速稼塾の久保です、この放送はですね、今動画でメッセージをいただいた方への返信動画になりますので、ほとんどの方にはちょっと関係がないといえば関係ないかもしれませんけども、まあ、このライブ放送でね、まあ、ついでについては失礼なんですけども、どんな返信をしているのかってことをね、ご覧いただきたくって公開にしております。よろしくお願いします。で、いただいたご質問がですね、これからまあ、ドミノピザが自動配達ロボットを出したりとか、ウーバーとかね、あとドローンとか、うん、要するに機械とか AI とかロボットが働くことの方が効率的で正確なんで、気分に左右されたり突発的な NG が起きてしまうような人間よりも使いやすいんじゃないかなっていうようなね、動画を7分ぐらいで送っていただいたんですよ。それに対して私がね、返信をするのはどんな返信をするかというと、それは確かにねっていうところまでは同じなんですよ。ただ私はね、自分の体験をもとに、別の意味でちょっとゾッとするようなことがね、起きてるなと思うんですよね。それは何かっていうと、もう私はね、47都道府県オフ会っていうのをやってきて、その一環として昨日一昨日と宝塚北サービスエリアとかね、昨日は西アークラソンにお邪魔させていただいて、まあ、一泊二日で旅をしてきてるんですよ。でもその間にも私の売り上げって上がってるんですよね。私はもうすでに売り上げに関わることをもう何一つと言ったら言い過ぎですけども、99% やってないんですよ。本当に 1% ぐらいしか今まで私の売り上げを作ってくれて、これからも入金をしてくれるようなね、そういうふうな仕組みに対してのメンテナンスっていうのは本当ちょびっとしかしてないんですよね。でも入金額っていうのは多分私がね、今までいろんな仕事をしてきた中でも最高額なわけなんですよ。そう考えると、例えば私がいなくてもこの売り上げっていうのは数年間続くと思うんですよ。メンテナンスなしでも、究極私が急に死んでも特に必要な手続きなく私の口座にはお金が入り続けるんだろうなと思うんですよね。そう考えたら、すでに私の存在っていうのはいらないんじゃないかなってところをね、考えるんですよ。で、まあ、多くの方っていうのは機会が出てくると自分が働き口を失うんじゃないかなっていうような不安だと思うんですよ。それとちょっとね、似てるようで違う不安なんですよ。不安というのか、なんていうか恐ろしさと言いますかね。私は自分で作ったプログラミングとかね、それからMLM の仕組みとか YouTube のアカウントとか、こういうものによって入金がこうずっと継続的に起きてるんですけども、その仕組みができると、その仕組みを作った私自身がいらなくなるってことなんですよね。なんだこれはと思っちゃいますよね。以前 VIP アフィリタパーティーっていうのがありまして、そこにね、何度か招かれて行ったことがあるんですけども、その VIP アフィリタばっかりですよ。そこは要するに月収が200万とか300万とかゴロゴロいるわけですよ。そういうふうな、言ってみれば時間単価の高い方がここに一堂に会して、わあ、ここの平均年収っていくらだろうなとか、合計年収いくらかなみたいなことを感じたんですけども、待てよと、ここにいる方は今パソコン一つついてない、スマホ一つ見てないと、ただみんなでワイワイガヤガヤとお酒を飲んだりとかね、盛り上がってるだけだな、でも売り上げ上がっとるやんみたいなね。あ、このアフィリエーターって人が全員いなくてもアフィリエーターさんの口座には自動的にお金がもうすでにね入ってくるんだなと思った時に、あれおかしいなと、いろいろ頑張っていろいろできるんだったら、IT の世界でいろいろできるんだったら、それができるんだった人自身がいらなくなるみたいなね。そう考えたらね、ちょっと SF チックなんですけども、みんながこの仕組みを作ったら地上から人類が消えて、ロボットだけがこうやってね、人間のやってきたもの、レジャーとか仕事っていうのを代わりにやるようなね、そんなターミネーターを超えたような世界が見えてくるなと思ってね、ちょっとゾッとするんですけどね。まあ、そういった意味で人っていうのが進化すればするほどいらなくなってくるっていうね、パラドックスが起きるんではないかなというふうなね、そんな動画でございました。まあ、これをね、返信動画とさせていただいて、今回は公開でお送りしましたけども、私がね、その要するに人がお荷物になる時代っていうのが来るとしたら、どういうふうに返信をされるかなっていうところで、一つね、ご質問いただいたんで、今回公開でね、私の答えはこうですよと思うんですよね。あ、俺もいらないじゃんみたいなね俺もいらないぞみたいな、いなくても大丈夫じゃんみたいなね。で、いなければ私一人分のコストがかからなくなるんで、生活コストがもっといいじゃんみたいなね。何なんでしょうね一番いらないのは果たして私なんじゃないかなというところまで来てしまいました。特にね、 YouTube 動画いっぱい作りましたんで、多分私の存在がなくなっても私のその発信っていうのはこれからも
いろんなところで再生されるだろうなと思ったら、なんか奇妙な感覚に陥ったなという、そんなね、そんな返信動画を公開したということでございました。では失礼します。